寺山すみがと寺山すみがとの一修正館事業関連遺跡の一関掲地山、すみが手前に見えるのが、八田智則の下火寺山すみがは、鹿児島県鹿児島市吉野町にある修正館事業で用いられる木炭を製造した石積みかま1858年に、薩摩藩主。 島津成明の命によって、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在吉野村寺山に設置された。2013年に国の史跡に指定としての指定、2015年第39回世界遺産委員会において、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業の構成資産の一つとして、九州政官と共に世界文化遺産に登録された。 後方から見た寺山隅がマート。上部にアーチ状に石が積まれているのが確認できる。19世紀中央以降、薩摩藩に従属していた琉球王国周辺への黒船出没が頻繁に報告されるようになると、薩摩藩では布国強兵を進めて欧米列強に対抗しようとする動きが出るようになる。布国強兵論の筆頭である島津成明は、 福国強兵派と財政再建派によるお家騒動である、おゆら騒動を制して藩主に就任、後に修正官事業と呼ばれる一連の近代産業育成事業に乗り出す。薩摩藩の領地内では石炭を産出しないため近代化事業に際して大量の木炭を必要とした。成明は供給不足に備えて熱効率の良い白炭を製造する墨窯を設置する。 ことを計画し、紀州藩に武行山本とスケーラを派遣し、熊野地方の生誕技術を学ばせた。1858年、州政館の所在する磯地区に近く、C、菓子など木炭に適した商用樹に富む寺山地域の3カ所に住み釜を作らせた。九州政館反射炉において、溶鉄のために用いられたほか、ガラスや陶磁器の製造にも利用された。 3基のうちの1基が現存しているが、残り2基の建設場所は分かっておらず、いつごろ失われたのかも不明である。現存する窯は、修正管から北北東約 5.5km の場所に所在し、斜面地を利用して地面を掘削、1500度の高温にも耐えられる業界岩を積み上げたものである。釜の前には、薩摩の歌人、 ハッタトモノリによる、墨窯の設置を称える火碑が残っている。高さ約3メートル、直径5から6メートルに及ぶ剣道な窯は、イギリスから始まり東洋の地にも及んだ、日本における産業革命に先駆けて行われた、夕飯の近代化改革の姿を現在に伝えている。ありがとうございます。